フェルディナント一世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、オーストリア大公、ボヘミア王、ハンガリー王。オーストリア系ハプスブルク家の祖であり、オーストリア、ドイツ、ボヘミア、ハンガリーを統治した。ローマ皇帝マクシミリアン一世の長男、フィリップ・美皇とカスティーリャ女王、フアナの間の次男で、皇帝カール五世の弟、スペインで生まれ、スペインで育った。 スペイン名はフェルナンド。1503年3月10日、カスティーリアのアルカラデエナーレスで生まれる。母方の祖父フェルナンド2世にちなんで名付けられた。スペインで育ち、スペイン語が母語であったため、スペインの人々は、フェルナンドのスペイン王位継承を望んでいたが、1516年に、フランドルで生まれ育った兄カルロスと、トレードされるような形で、オーストリアへ、数期、 生涯スペインに戻ることはなかった。それでも離れて育った兄弟の初代面は成功し、兄とは生涯良好な関係を保った。また1515 15年に、祖父マクシミリアン一世により、ボヘミアとハンガリーの王、ウラースロー二世の娘アンナとの結婚とフェルディナントの妹マリアとアンナの弟ラヨシュ二世との結婚が定められるが、この時点では、アンナ王女の夫は、 カールかフェルディナントか決定されていなかった。最終的に結婚相手を将来の皇帝であるカールではなく、フェルディナントに決めると、ハンガリー側からは、猛反発を受けた。しかし結果として、フェルディナントとアンナの二人にとっては、幸福な結婚となった。1521年、マクシミリアン一世の医療分割で、アニカール五世の営業により、オーストリアを相続し、リンツで、 アンナと結婚した。1526年、もはや地の戦いで、ギテラヨシュ2世が戦死したため、ボヘミア王位とハンガリー王位が空位となると、フェルディナントは、この2カ国の王位を継承し、ハプスブルク帝国成立の礎を築いた。しかし、オスマン帝国の後ろ盾で、トランシルバニア領主サポヤイアーノ主が、ハンガリー王に即位し、 防御後はその子ヤーノッシュ・ジグモンドが即位したため、ハンガリー全土を実行支配することはできなかった。また、1529年には、いわゆる第一次ウィーン包囲も受けている。この時はルター派諸公の力を借りている。カール5世の皇帝在位中の1531年に、アーヘンでローマ王の退官を受けた。1549年にフェルディナントとその子孫の定位世襲が取り決められ、 ドイツで問題になっていたカトリックとプロテスタントの融和に尽力1552年にパッサウ条約1555年にアウクスブルクの和議を結んだ1556年にカール5世の退位を受けてフェルディナントが定位を継承したボヘミア・ハンガリーでは王権の強化を図りハンガリーでは失敗したがボヘミアではある程度成功し 1547年に、シュマルカルデン戦争に乗じて起こった反乱を鎮圧。ハプスブルク家のボヘミア王位の世襲を認めさせ、1556年のイエズスカイ将兵や1561年のプラハ大司教の復活など、対抗宗教改革の導入にも尽力した。1564年、61歳で崩御した。医療は3分割され、長男のマクシミリアン2世が、 ローマ皇帝クライ、ボヘミア、ハンガリーを、次男のフェルディナント2世がチロルを、三男のカール2世が、シュタヤー・マルク、ケルンテン、クラインをそれぞれ継承した。兄との生前の取り決めでは、フェルディナント1世の次は、オイ・フェリペが定位を継承し、以後カール5世とフェルディナント1世の家系が、交互に継承することになっていたが、これは、無視されて、次の皇帝には、 フェルディナント一世の息子マクシメリアン二世が即位した。スペインハプスブルク家もこれを容認したため、以後もフェルディナント一世の家系、オーストリアハプスブルク家が定位を接種していくことになる。宗教面ではカトリックとプロテスタントの両立を図り、ドイツではアウクスブルクの和議締結に尽くした。ボヘミアでもプロテスタントの弾圧をせず穏健な手段を選び、 カトリックの教育機関の設立、プラハ大司教の再設置などで徐々にカトリック化する方針にした。ただし、クス派の一派であるモラビア兄弟団は両国から追放、息子マクシミリアン2世のプロテスタント寄りの姿勢を改めさせるなど厳格な姿勢で臨む例もあった。文化面では若い時代をスペイン宮廷で過ごしたフェルディナント1世は、 食文化を中心とするスペインの宮廷文化をウィーンに伝えようとした。1523年には貴族の子女を対象としたウィーン発の料理学校を設立、宮廷版3階の貴族も整備した。ボヘミアでは王妃、アンナのためにプラハ城の北に利休を建設、イタリア貴族と隕石関係を結んでいた影響でルネサンスが普及。 有力貴族たちの宮殿建設やイタリアの文化、学問が広まっていった。母方の祖父の元、と、近なスペイン宮廷で、兄弟姉妹と離れて育ったが、明瞭快活であり、肉親に対して温かな愛情をしばしば示した。ハンガリー王室との婚姻の際に実妹であるマリアと、初めて対面したが、周囲をはばからず、初対面の妹に駆け寄り抱きしめたエピソードがある。兄である、 カール5世と共に育ち、強い信頼関係を築いていたマリアと、良好な関係を持てたことは、後に、兄と弟の家系で、皇位継承が議論された際に大きく寄与することになる。ヒアンナとの間には15人の子がおり、ハプスブルク家の多産の伝統の先駆けである。の父は、ポルトガルオードアルテ一世。ジョアン一世の子で、弟に、エンリケ公会王子イアの父ジョアン。 妹にの母イザベルがいる。よって、トトは、共に、ジョアに一世を祖父とする、いとこ同士となる。アニカール五世のほか、姉妹にがいる。ありがとうございます。